にちは。一番身近なメルセデスシテルンス高谷チャンネルです。本日は山梨県にある富士ヶ峰オフロードコースに来ております。というのも新型 G クラスのオフロード体験会が行われているということで、私も今から G450D ロンチエディションと G580 with EQ テクノロジーエディション1に、試乗してまいります。それでは早速行ってみましょう。はい、そうしましたら、G450 ローンチエディションに試乗してまいります。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速、はい、ドライブに入れて。そうですね、はい、でまず、ここでですね、はい、オレンジモードに入れることができます。はい、はい、なので、今3段階あるうちの1段階目ですね、はい、これを2段階目、3段階目っていう形で、まあ、操作をしていきます。で、最初は1段階目で、はいはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあですね、まず、はい、あっちに林道って言われるコースがあるので、はい、そちらから走っていきましょう。はい、はい、間ですね。あ、コーンの間ですね。コーンの間通り抜けて、はい。で、次ですね。あそこの標識が見えると思うんですけど、はい、矢印の、はい、あそこですね。あそこがこの林道のコースになってるんです。あそこのコーンの前で一回ちょっと止まっていただいて、はい。はい、ここですね。そうですね。で、標識で、はい、一応あ、書いてあるんですね。はい、オレンジで、オレンジモードで、で、普通に D で、D レンジです。普通に D で大丈夫ですね。はい。途中のところに20度使いのマークあるんで、はい、それ体験してください。最高値は30度ぐらいです。はい。ありがとうございます。で、ここは比較的、はい、簡単なそのオフロードコースになります。なので、はい、普通に走ってもらって大丈夫です。わかりました。はい、行きます。はい、速さこのぐらいで大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。ローレンジモードにしているので、はい、急にスピードが出たりとかはしないので、はいはい、安心して走ってもらって大丈夫です。ありがとうございます、はい、すごいなんかハンドルも助けてくれる感があります。そうですね、ありますねちょっとそこが若干急なコーナーになってるんですけど、はい、はい、普通に無理のない範囲で行って大丈夫です。左側がすごい上がってますね、はい、そうですね、傾いても全然問題ないので、はい、ちょっと待って全然大丈夫です。そうです、すごい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ここでそうですね、この傾きが見えるんですね。そうですね、オフロードコックピットでちゃんとですね、傾きとか、はい、まあ、サスペンションの制御ですとか、はい、がちゃんと確認できるようになってます。はい。はい。はい。もう、すいません、うるさくて。全然大丈夫です。うおー、はい。生きて帰ってきた。はい。ありがとうございます。ここで止まりますか。次がですね、はい、あっち側のモーグルコースになります。はい、なので、ここですね。はい。正解ですか、ね。ここまっすぐで大丈夫。はい、黒い服の人までまっすぐ行くようなイメージで、はいはい、で結構左右に、はい、揺れるんですけど、はい、問題なく走れますので、はい、すごい、ちょっと横に傾いたりしても大丈夫です、はいはい、うわー、はい、うわー、でここをちなみに今回 450D になって、はいはいはい、
3台目から走りってどういった形で変わったんですか？はい、エンジンが新しくなってますね。はい、で馬力が高くなって、で ISG っていう電動化が、されたので、ここがちょっとなんか、あの砂地みたいなコースになってるんですけど、まあ普通に走ってもらって大丈夫。普通に、はい、普通で大丈夫です。普通の速度維持して大丈夫です。あ、はい、おお、はい、で、まあ、はい、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。で、ここの、あ、すいません、ここ右です。ごめんなさい、ちょっと聞くタイミングが間違えました。そこが池なんですよ。はい、あ、で、そこで一回ちょっと一時停止をしていただいて、かしこまりました。入る瞬間だけちょっとゆっくり、ゆっくり行きます、はい、で、はい、そんな60センチぐらいですね。60センチぐらいの深さがあるんで、はい、でも70センチまでは基本大丈夫なので、はい、おお、はい、おお、はい、いいですよ、大丈夫です。泳いでる、泳いでる。はい、音がすごい。そうですね、すごい拍手をしてください。登り切ったところでデフロックオフにしないとちょっと曲がりづらくなってしまうので。あ、わかりました。そちらだけお気をつけください。はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、じゃあ出発します。はい、で結構ここさっき今までのコースよりもちょっと急斜面というか、かなりの岩場なんで、はい、はい、ゆっくりで大丈夫。ゆっくり行きます。これゆっくり、はい、ゆっくり、大丈夫です、大丈夫です、はい、結構、はい、ちょっと難易度が高めです。うわ、はい、え、本当に、あ、ぶつかりそうだったら大丈夫です、大丈夫。ありがとうございます。右側見てますんで、はい、はい、はい、大丈夫です。本当に、うえぇ、はい、おぉ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 、大丈夫です。ありがとうございます。はい、あ、これまだ始まった。あ、そうですね、ここ。あ、登り終えたわけじゃないんですか。はい、さらにまだ、もう、もう、はい、結構途中で不安になるんですけど、はい、アクセル、こんなままで、はい。はい、これアクセル、私たち、うわー、登れるんで大丈夫です。はい、はい、ここで登り坂、はい、一旦終わりですね。はい、そしたら、デフロックを返す。はい、車止まってるんですけど、一回あそこで止まって、でここは、はい、ローレンジモードにしてから、M1 ですね、はい、シフトパドル、これを、はい、M1、そうですね、はい、はい、一旦じゃあ、あの中腹というか、はい、あそこまで降りてみましょう。はぁ、結構アクセル離しても、はい、そんなにスピード出ることないんで、もう、あ、てか今自動的に制御されてるので、そうですね、はい、大丈夫です。急にスピードがガンって出たりとかしないので、はい、はい、あの普段この日常というか、はい、普通の行動ではこのオフロードノーレンジモードって基本的には使わないですね、はい、そうですよね、まあ、すごいノロノロなんですよ、やっぱり基本的には、はい、スピードが出ないように、そうですね、はい、ロックがかかるみたいな感じになって、そうですね、あのダウンヒルスピードレギュレーションそうですね、がちゃんと働いてます。はい、じゃああそこの矢印のところまでちょっと進んでいただいて、はいはい、でそこですね、ここが左なんですよ、はい、で若干ちょっと急カーブみたいになってるんで、はい、ちょっとゆっくり曲がっていく、曲がってみましょう。はい、そう。で、はい、ここで行っていただいて大丈夫です。はい。はい。すごい。大丈夫ですね。結構これ外から見るとかなりの傾きの坂なんですけど。この坂。はい。はい、これ問題なく。ラストにして。はい。結構急なんですけど、はい、もうさっきと同じ要領で、はい、はい、行っていただければ大丈夫です。足を何も乗せずに、はい、もう何も離した状態でも、はい、ゆっくりと下っていってくれます。すごい、すごい、はい、
30度近くの傾きですね。それでも、まあ、全然問題なく、はい、下ることができます。車がこの傾斜を、そうですね走れるんですか、ね、はい。今、G450D ローチエディションの試乗が終了しました。もう本当にあのオフロードの走破性がすごかったですね。悲鳴を上げながら楽しかったです、はい、それでは次は G580 with EQ テクノロジーエディション1です。こちらに乗っていきたいと思います。この四角いデザインボックスが目印です。この EQ モデルの特徴であるブルーのアクセントが木黒のあらゆるところに散りばめられているというのがデザインの特徴ですね。はい、じゃあ早速 100% 電気自動車の G クラス乗ってみたいと思います。大丈夫です、大丈夫です。なんかさっきと全然違います。そうですね、これも電気自動車なんで、はい、基本的になんかそのギアとかは普通のガソリンエンジンと違ってないので、はいはい、なので本当にそのままアクセルを踏めば、はい、あの基本的には大丈夫と。さっきみたいにその状況によって、はい、オレンジモードに入れたりですとか、はい、あのマニュアル の, あのシフト1に入れる必要もないと。一切ないんですね、はい、電気なのですごいシンプルですね、はい、運転自体は、はい、ここで今1台走ってますんで、はい、気をつけてだと、はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、はい、そのまま何もせずに大丈夫です。すごい、もう走り出した瞬間から違いましたね。そうですね、滑らか、滑らかですね、はい、あと音が一切しないです。そうですね、はい、やっぱりそこは電気自動車ですね。ですね。あとまあ電気自動車あのならではの機能として、はい、オフロードクリープ機能っていうのがあります、はいはい、でそうですね、そこのところの右側のシフトパドルをちょっと一回引いていただいて、一回止まって大丈夫です。ここですね。はい、そうですね、これを一回引いていただくと、そうですね、オフロードクリープが出てきます。はい、これあのすごいゆっくりなあのクルーズコントロールみたいな機能で、はい、あのどんどんデコボコした道も一定の速度を保ちながらあの走行してくれます。なのでそれによって、はい、ドライバーはそのハンドル操作だけに集中してあの走ることが可能になります。あ、じゃあ、はい、アクセルを踏まなくていいってことですか。はい、そうですね、はい、なので、はい、ちょっと待ってね、ありがとうございます。あ、早い、そうですね、これ速いオフロードクリープ、速いって言ってもオフロードを走る想定なので、まあ、14キロぐらいの速度を保ちながらあの走ってくれます。なんでこれでアクセル離してハンドル操作だけで進んでみましょう。わ、はい、かりました、はい、じゃあちょっとブレーキを外して、はい、今あ、はい、早めなんですね、これは。そうですね、これちょっと早めのオフロードクリープですね。でも大丈夫ですよ、本当に。あ、すごい、今私どこにも足乗せてないんですけど、あの、はい、あの止まりたい時以外は、はい、足は操作不要になります。さっきよりちょっといくらか、はい、気持ちの余裕が、そうですね、はい、持てます。やっぱりどうしても G450D ですと、はい、まあ、足と手を両方操作しないといけないので、はい、ちょっとその緊張感があるんですけどパニックでした。はい、この G580 の場合は、はい、このオフロードクリープ機能によって、はい、あのそうですね、あのハンドルだけに集中すればいいので、はい、あ、え、おお、はい、少し気が楽になりますね。はい、そうですね、はい、さっきより、そうですね、もうここが G580 ならではの機能、はい、そうですね、はい、っていうのが特徴ですよね。そうです、ガソリンエンジンだと、はい、まあ、ここがあのデフロックのスイッチになってるんですが、はい、あの電気自動車なので、はい、基本的にはそのあの3段階のギア調整が不要なので、はい、あ、ここに、Gターンと G ステアリングのこのボタン
自分で その調節をしなくても全部車がやってくれる、はいはい、そうですね、はい、車がやってくれるので、はい、まあ、ドライバーはその最低限の操作に集中することができると。すごい、はい、電気自動車ならでは。そうですね、だからこそできる。そうですね、はい、オフロードの楽しみ方なんですね。そうです、そうです、はい。はい、じゃあ行きます。はい、そうですね、ありがとうございます。オフロードクリップで、はい、アクセルは車にやってもらいます、はい、あ、ちょっと切ってと、はい、左側に、大丈夫ですよ。結構ゆっくりですよね、これ。ですね、さすがにこれがさっきおっしゃってた、はいはい、これまっすぐ、うん、あとはもうまっすぐで大丈夫です、基本は。おお。OK です、OK です。でもやっぱり臨場感あります。自分でアクセル操作するよりは気が楽ですよね、はい、だいぶ今も画面見て、はい、すごいと思える余裕があります。はい、はいはい、ブレーキ踏んでないですよ。うん、いいですよ。おお、いいですよ、いい感じです。いい感じです。すごい。はい。22。あ、でこれをそこまで行って、ここまで行って、はい。全力で切って、はい、それでいいです。それでいいです。あ上手ですね。あ、ありがとうございます。はい。すごい。ですね。じゃあ G ターンを。体験してみましょう。はい、お願いします。今ローレンジが入ってる状態ですね、はい、そこからボタンを1回押します。はい、はい、ですね、はい、でハンドルをまっすぐに持っていただいて、はい、で、ですね、曲がりたい方向のシフトパドルを引いていただいて、はい、でアクセルを踏みます。はい、でアクセルはもう踏みっぱなしで大丈夫、全力で、はい、はい、踏んで大丈夫です。アクセル離せばもうピタッと止まりますんで、はい、じゃあまずやってみましょう。どっち、右回り、右回りでいきますか。じゃあ、じゃあ右回りでパドルシフト、右回りアクセル踏みます。うわっ、うわっ、はい、いいですよ、いいよ。えっ、うわっ、いい感じです。うわっ、ちょっと待って、はい、はい、ありがとうございました。例えばGステアリングがオンになります、はい、であとは普通に運転すれば曲がりたい方向にハンドル切ったらこっち側の後ろのリアタイヤが固定されるようになるので、はいはい、あとは自動的に作動するようにします。はい、おお、すごいすごいすごい、ありがちステアリングですね、うん、キュッてね、おーおーおお、止まってますよ。左止まってる？左の後輪。はい、ということで一同大興奮の新型 G クラスオフロード試乗会参加してまいりました。いかがでしたでしょうか。新型 G クラスについて詳細を知りたいという方はこちらの概要欄の問い合わせフォームよりぜひご連絡をお待ちしております。店舗に試乗車展示車と入りましたらまた詳しくご紹介をさせていただきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。ありがとうございました。